二条ため子は、鎌倉時代後期、二条派の代表的歌人、増寿三味ため子とも、火星、藤原定家の着景子孫で、家壇の大御所二条、ため世の娘。皇太子孫知の能の日、はじめ有儀門院に仕え、さらに、後二条天皇展示を務めるなど住職を歴任した。これと前後して1300年代後半頃から、ため子と、 同じく和歌の名手である御子土地親王と交際をはじめ、徳次三年の五二条崩御に伴い御子土地が皇太子となったことで、ため子も皇太子妃となる。御子土地とは中むつまじく、第一王子である一品、中塚佐教尊領親王や、南朝最大の歌人である、南朝聖夷大将軍宗永親王らを設けたが、御子土地の即位前に創生した。ため子の死後に即位した五代子は、 二条派の被護者となって、信仰に努めた。結果、古代後を敬愛しぶけ家,家人としても消出していた、室町幕府初代征夷大将軍足利尊氏らを通じ、同派は、中世、近世、近,世近代の500年以上にわたり家団を主導した。その家風は、優しき歌と評され、新五千和歌集以下の直線和歌集に計71種が、日集した。後世、 関ん信のの脳、もみじがりなどに影響を与えた。気力にも優れ、隅田川を題にした歌が、名称赤百人一首九月に先出された。歌のほか、漢学の素養もあり、また書にも秀出るなど、万能の人であったことから、名誉の女房と称えられた。鎌倉時代末期、県大名言二条、ためよの娘として生まれる。父のためよは、 藤原北家御子左流二条縁の当主であり、火星、藤原定下の着流での彦にあたる。ためよ自身もまた、道の総称として、あえて危険の人しなしとまで称えられた、当時の家壇の大御所だった。ためよは、小宇田上皇のもと、全21ある、直線和歌集のうち、第13である、新五線和歌集総乱と、第15である。 俗戦在は下集騒乱の二つの直戦州の戦者となっている。タメコははじめ、ゴ田上皇の長期である、遊儀門院に仕えていた。下元元年、ゴ田による下元百種に和歌を栄心した。同年騒乱された、新五戦和歌集に和歌が選ばれ、遊儀門院圏代納言として、直戦家人となった。1300年代頃、タメコは、 ミコトチ神王と交際を始める。正確な慣れそめは不明であるが、ミコトチも、無類の若月で、同時代を代表する大家人であるから、おそらく二人は、若の趣味を介して出会ったと考えられている。二人が付き合い始めた確実な時期も不明だが、日本史研究者の平田敏春は、長子であるミ子と両神皇を、徳次年間の生まれと推測しており、森シュ月も同意する。 増鏡秋の御山には、某のおとき、限りなくおぼされたりうんぬんとあり、御子た地からため子への愛情は限りないほど深かった。さらに、地位としても、ため子は、御子た地の性質格の人みなされたようである。例えば、花園天皇神記では、二条ため定めの一族は、五代五天皇の、外屋、とある。また破れてはしまったものの、五、巫女両は、 直太子位をめぐる清掃に、父御門の推挙で出馬したこともある。ためこと、御子土地の二人のどちらにとっても長子である御子土の、父父には、御子土地が属する高等である、大覚寺等府大の重臣、後の三房の一人吉田禎房が当てられ、手厚く養育された。陰に四年、御宇田上皇による三十四家に栄心。徳次二年三月、五田による、 戦闘歌合わせに参加。長男の御事漁の誕生と前後して、徳次2年7月24日にためこの仕組である、遊儀門院が急病で崩御した。その後は、夫の御事地の兄である、五二条天皇に天寺として仕え始めた。玉葉は歌集総乱では、五二条院圏大納言天寺と称されている。しかし、五二条も、また、遊儀門院崩御の約1年後、 徳次三年を月月十五日に崩御してしまった。五二条の旧氏によって、御子土地が皇太子となった。長男の御子寮の次に、ため子は、女、三宮を設けた。森屋、国師大辞典は、この女、三宮を、軽死内親王のことであるとしている。さらに、王朝元年に、御子時義法親王、後の宗永親王を出産した。しかし、ため子は、御子と、 清を生んで間もない頃で、夫の御子土ちが、文法2年に天皇に即位する相当前の、ある時期に没した。ためり衆によってためこの没日が8月12日なのは、確かめられるが、その正確な没年については、揺れがある。森は、1988年初版2007年開版の著書では、昭和3年としていたが、その後、1991年初版 2013年開版の著書では、王朝元年もしくは、昭和元年としている。国史大辞典は、王朝元年頃としている。富屋、総安和歌集1322に、民部卿宇治最小中将とあり、二条ため富士が最小中将だったのが、延教2年3月から昭和2年8月7日までで、あることから、没年を1311年か1312年に、 絞ることが可能である。いずれにしても、巫女たと出会ってから5年ほど、巫女清志を出産して、すぐに亡くなったことになる。二条派を代表する歌人の一人にして、未来の天皇妃の創生という事実に、二条派一門には衝撃が走った。数多くの有力歌人によって、愛称歌が読まれ、俗戦在は歌集などの直線集に日集している。特に、二条、ためよ皇帝、 和歌四天皇の筆頭である富谷は、歌集、草案和歌集に、ためこの死を悼んだ愛称歌として、一種の独営家と三組の贈答歌を残している。当時は、二条派と対立する京国派が巻き返した時期であり、ため世の皇敵主である京国ためかねが主導して、直線州、玉葉和歌集の編集を着々と進めていたこともなお一層、一門の悲観に拍車をかけた。 御子と千信は、文法2年に、後代醐天皇として即位し、俗戦在和歌集の編参が開始されると、この頃、ため子を忍んで、十三位を追増した。以降、二条ため子は、増樹三味ため子とも呼ばれるようになった。江戸時代後期の夕食古実家である、栗原信光によれば、天皇の女子が即挙後に、十三味を追増されるのは、 平安時代初期の人名天皇の女王子だった藤原沢子以降ないわけではないものの皇太子時代の日が十三味を追蔵されるという例は極めて珍しく五醍醐のため子への格別な思いのほどが伺えるのではないかという。ため子の死後五醍醐はため子の二条派を守るためにあらゆる手段を尽くした。増スカ作者からは五醍醐は和歌の強力なパトロンとみなされた。 当時、保守的な二条派は、形式主義の傾向が強く、その公的主であり、精神で、写実的、感覚的な自然美を尊ぶ、新進気鋭の強国派に押されつつあった。そこに、後代醐は、儒学の知見を加え、古歌、古技を知ることで、和歌本来の意味を問い直すという、強国派とは逆の方向から、ルネサンス的な新しい気風を稼働に取り入れ、 ため世の子でため子の兄弟である二条ため富士と共に、検算した7月26日上裏書き。この寄付は、ため世の着孫の二条ため定めにも受け継がれたと、推測される。五代醐とため定めによる、直線衆、俗語衆岩衆騒乱によって発掘された、若手家人には、足利高氏という当時まだ無名の若武者もいた。後、御子土地の返記を受けて、高氏を名乗り、 その後、室町幕府初代征夷大将軍となった足利高氏は、武家家人としても大成し、二条ため定めを先者として、北朝で新潜在和歌集を失踪した。再興した二条派は、二条家本体の没落後も、葬儀や三条にしさねたか、細川雄才らによって受け継がれ、近世江戸時代に至っても、大きな力を有した。二条派の発展型まで含めれば、 江戸時代後期の香川歌劇による敬遠派や敬遠派を発展させた高崎正風らの覆った諸派によって昭和21年の覆った諸派石まで存続した。また、ためこの巫女である巫女寮、巫女,と巫女と清志ともに和歌に長じた。王女の敬志も、また、新潜在和歌集や新馬和歌集に密集した直線歌人である。特に南朝正大将軍の宗長親王は、 呂の転戦の経験から独自の境地を切り開き、南朝最大の歌人として、順直線和歌集、新馬和歌集の戦者となった。前述した通り、胸長は母の面影も、ほとんど覚えていないであろうほど幼い頃に死に別れている。しかし、亡き母への死母は晩年まで続き、新馬和歌集には火災を通じて、母と自分のつながりに思いを馳せる和歌が選ばれている。 前代な御んため定めもとへ先週歌読み手使わし、ハベリしとき、蔵樹さん見た目このことなど思い入れて申しつかはし、ハベリシチりハてし母その森の名残とも知らるばかりの、ことの葉もがなの巨木の森は、たとえ散り果ててしまったとしても、その後が、はっきりとわかるほどに、多くの葉を残す。そのように、若くして散ってしまった偉大な歌人である亡き母よ。 あなたの忘れがたみであると世の人に認められるほど、私のことの葉も優れたものであったらと強く願う、ばかりだ。中塚佐教、胸長新能、新馬和歌集増加中、1202、新五線和歌集以下の直線和歌集に計71種が、日衆。マスカガミ作者は、衆にも、優しき歌多くはべるべしと評している。中世和歌研究者の杉田霞は、二条派風の、 有園中風と評している。秋吉門院五病病防士色紙は可能王安4年4月6日、奥垣著者は、歌人運、文才運、脳垣運、名誉の女房なりでもあり、脳書でもある。まさに名誉の女房であると評している。江戸時代後期の夕食古実家である、栗原信光が表した、人物列伝、先進類像玉石雑誌制編においては、 楠木正重や、健康法師といった、同時代の早々たる二十四人の有名人のうち、二条ため、この列伝が、最終巻を務める。しかも、政変全九巻のうち、巻、第九は、ため子だけで締められるという交代偶になっている。そして、ため子を、聖善寺君の人であると理想の人間として称え、ため子の巫女たちが、文武両道の欠物に育ったのもそのおかげであるとし、 タメコへの称賛をもって、政変全球感の締めくくりとしている。月ならで、うつろふいろも見えぬかな、霜よりも先の庭の白菊を作ろうと思っていたのですが、増樹三見タメコ、俗語集囲和歌集三百381この歌は、室町時代中期の猿学士である、関瀬信光による、脳、もみち狩りの次第に、人こそ見えぬ秋も来て、庭の白菊うつろ、 不色も、浮き身の類とあわれなりとして引用された。なお、もみじ狩りの引用では、前半部が、えにょう奉仕の、八重むぐらしれる宿の寂しきに人こそ見えねあきは、きにけりの後半部と融合している。また、五代五天皇も、県務の申請を開いた後に行われた、現行三年九月十三日の課会で、ためこの歌を参考歌にしたと思われる和歌を読んでいる。詳細は、 五代五天の白菊。加減百種歌の中に、旅へどことのヘドこタえ、ぬがつの墨田、川との友と見るか、ひもなし、五二丁陰軒大納言展示、玉葉は歌集旅歌、千百四十九、江戸時代前期の科学者である、戸田も水は、ある時、墨田川から九月十三夜の名月を見て、角な川がつも今宵の名にしおわば、いざことといは、ににしえの秋と呼んだ。 すると、親友の尊きが、それはためこの歌の真似だろう。個人のカスを食らってまで生きるのかと馬鹿にした。すいは怒って、今夜は明月だから、それを、明にしおうという詩で表したんじゃないか、そんなこともわからないのか、と反論したという。当時、このためこの歌は、江戸っ子の間で有名で、江戸で初めて作られた、観光案内書、江戸すずめの十一巻や、 名称赤百人一宿月、斉藤月心による、江戸後期の代表的な知史、江戸名所図絵などにも引用された。七夕淵は背にか張らぬほども、天の川都市の渡りのちぎりにぞ知る、県大名言局、秋吉門院五病部和歌、秋吉門院五病部お城神和歌の徳次元年11月3日、奥垣の主張によれば、上記の和歌は、亀山上皇の御子である。 秋吉門院の屏風の上に色紙を貼って、タメコ自身の筆で書かれたものであるという。また、童話歌集には、タメコの歌2種を含め、冷静タメスケラ50種の和歌が収められているが、原本の屏風では50種すべてについてタメコが記号したという。奥垣著者は、これらの和歌は、加減元,元年に、郷田上皇が開催した加減百首に映進されたものに含まれているのではないか。 と推測している。大安4年4月6日の奥垣著者は、上記の逸話を知って、歌人運、文才運、脳き運、名誉の女房なりでもあり、脳書でもある。まさに名誉の女房であると、ため公表している。ありがとうございます。